はいどうもピオキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースザローリングトロールスということで、あのローリングっていうのはいろんな意味があるらしいんですよね。叫ぶとか爆笑するとか、僕にぴったりじゃないですか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.98% で、今回ねユースキンのトロールコースがしたいなと思ってユースキンで絞ってきました。さあ開幕派だそれじゃあ今日も開幕の合図が鳴って一安心だね。じゃあここはすぐ右に行って上に行けっていう感じだと思うんですよ。右か左か右を信じよう。パンを叩いてすぐ右。いやまだこの P が鳴り終わったら右に行け。ここは左から行けっていう感じだね。そしてハテナを叩く。なるほどね、これでパンを叩いてくれるのか。そんでこれはさっきと違うやんかいやさっきさこの砲台息アップ出してきたやんね。違う砲台が落ちてきたってことかな。じゃあここはチョロプーを踏んであの砲台のところに行く絶対なんかある上いやそうだろそうだと思った。でも僕あなたにやられませんよすいません僕も分かっちゃいました。この裏にバネが隠されてるね。恥ずかしがり屋だなこのバネは。今日のバネは恥ずかしがり屋かもしれないね。それじゃあ先に進んでいきましょう。ここは右ダッシュでいい。絶対それやってるあってなってる。でこのまま右ダッシュでいいでしょ。違う入れない。それじゃあ最初の場面はねこの扉に入るで合ってると思う。こっからなんだよね。こっから左に追っておけば大丈夫みたいな。ビビったこの花ビビらせやがって。このハテナはなんだバカじゃいやいつもだったらさハテナブロック魚警戒するんだけど、花にぶちんで全然できてなかったら一旦出しておこうか。一旦出しておいて長年の恨み晴らしてやるぜ。いや早く叩けよさあ来るんだここで怒りのおけつちょっと待ってよかわさないでそしてここどうやっていくんだろう。オンオフをしてなんか落ちてくんのかないやガリガリはいらねえよ。あなるほど、このトゲゾーンに乗って上に行けっていうことなんじゃないかな。一旦ここでオンオフをしてスピンジャンプで上邪魔っせじゃあ一旦さここで花ちゃんが出るの、いや上に行けばいいのか。このままオンオフが変わるから、ナイスこれで合ってるっていう感じだね。そしてはこの丸々に触れたらいけないっていうことだろうね。なんで普通にジャンプしてしゃがんでいく上か気になる上が上に行きますよ。なんもねえじゃねえか。一旦キノコを取ってこのまんま下に行く。これで合ってるでしょ。さあ進んでいきますか。上なんか合ってくれてもいいやんね。なあ針一個って。じゃあここでプロペラキノコを取ってダッシュ。これで合ってるよ絶対に。そうでしょ、早く抜けてくれマリオ。ナイスさ、このまま足に行こうか。右はこっち違うパターンだ。ヒントがギリギリ書いてるんだけど、ドッスンのところのガリガリのところになんかあんのかな。それじゃあデカドッスンのガリガリのところだったね。この上か。一旦さこのスター取っていっていい。このスター取っていくのが正解みたいな、そんなか。いやでい、トロールコースやってたらスターっていうアイテムが怖いね。普通スターってさ安心できるアイテムじゃん、そういうのがないね。それじゃあ進んでいきますか。ここはバネで上がったら上に上がるから一旦何もしないでおこっか。それが正解、分かってるんだって。ちょっと邪魔くせこのバネ野郎がそんじゃあここはモグラが来るより早く右に行ってこのバネに乗る、そして上の土管に入れっていう感じだね。さあ進んでいきましょう。次はどんな感じなんだろう。また同じようなコースだな。バネを信用していいのか、頼むこのバネ野郎が今日のバネはマジでかくれんぼが上手だね。かくれんピックっていう大会があったら金メダルだよ絶対に。それじゃあ進んでいきますか。ここは右でいいのか、頼む右でやってて、何も落ちてこないでね。嫌だもうなんかそういうの来ると思ったそういえばさ僕気になってることがあって、これ作ってる方 YIMMY って書いてるじゃん、あれエイミーって合ってんのかなって思うんだけど、読み方知ってる人いないかなと思って。それじゃあここは上に行きますか。バネ出してくれんのね。それじゃあここは右しかないね。右しか行けるとこないよ、上はいけないもん。Z って書いてるな、信用したいと思います。いや信用しない、何もしない一旦で上に行く
ダメだって何か用意しときを知りたいけどかさ、次は絶対に中間ポイントが取れると思います。一旦ここで上に行く素振りを見せてした。ナイスさ、中間ポイントを取ってでかくなったね。こっから上に行けってことなんかな。あ、なるほど、キノコを取ってるから上に行けるっていうわけね。それじゃあ進んでいきましょう。次はなんだ、上、いや、もう一回下に降りるしかないよね。あ、なるほど、この土管に入れるっていうわけ。うわ、ビビった。中間もう一回戻されると思いました。絶対こっち違う、さっきとなんか違うやんか。これ新体系でしょ。なるほどね、このバフの2つとも越えて針に当たればいいっていうこと。邪魔なんだよ、まだいらないって。もう分かった、このバレさ、こうやって持たせてしゃがませないようにしてるんだ。面倒くせえな、こうやってさ投げても一旦バレに当たってほら持っちゃうんだよね。邪魔くせえ、このバレ野郎がいつまで邪魔していくんだ。ダメだ、これはもうダメだ。助けてお母さん、あと一回、あと一回当たればいいから。キヨキくん、やった。それじゃあここは何もしないで左の軍団が通り過ぎた後にオンオフをして右に行けっていうわけだね。それじゃあ進みますか。ここほんと巧みだね。どうしよう、ピー叩いていいのか、ピー叩いて右、なんでよこっち来ないで、顔壁に当たってるってそれ。じゃあここはピーを叩いて左に行けっていう感じだね。それこのノコノコで右のブロックを壊せっていう感じか。ここはスピンジャンプでいいのかなあ、本当にいいのか。もちゃぶね、上のキノコなんだろうね、めっちゃ怪しいね。いやー、めちゃくちゃビビったじゃねえか今の太陽。じゃあこの場所だったら大丈夫っていうことでしょう。そして右に行けるのか、上の奥は何もないのね。じゃあこのリフトだって信用するぞ、頼むリフト。今更ですけどこのコースを何も信用しません。なんで、それは信用させてよ。なるほどね、右下のリフト針が隠されてんのか。なんでここは右ジャンプ、これで土管に入るっていう感じだね。それじゃあ進んでいきましょう。もうすぐゴールだじゃないか。 ATCP1 Just Keep Running。うわ、マジで、もしかしてさ、チェックポイント1取ってからずっとダッシュすればゴールできたっていう感じなんじゃない。一旦こっから右ダッシュしてみようか。そしたらどうなる、多分これでいいでしょ。ジャスト右って書いてたもんね、さっきは違ったけど。右、このまま開いてくれ、お願いだ。それでゴールがあるんだろ。どうなんだ、スターが切れちゃうよ。マリオ大丈夫か、やったこれでゴールなんじゃないんですか。シャキーンできたね。じゃあ一旦この P がなくなるまで待っておこうか。ちょっと待って、これさ JK ウォークって書いてない、歩かないとダメっていう意味だったんじゃないかな。こっから歩けみたいな、あら分かんないね。一旦このまま、あ、上行けないよね。っていうことはさ、さっきのスターの場所歩かないといけなかったんじゃない。あ、でももう一回やり直し聞くね。こっから歩いてってみようか。そしたらどうなるんだろう。頼む、やられはしないだろ。はっ、きたこれが正解。ビビった、はい、ロー、鍵。これじゃあこれでゴールっていう感じでしょ。きたじゃあここ壁キックして、はだあ、さっきとなんか違うね。こっちで合ってんのかな。結局出るべき道は一緒、あら違うんだよね。最初に戻されてんじゃねえか。え、これは、え、マジで分かんない。もう一回やり直せっていう感じなんかな。いやでもさ、右側のハテナ叩いた時右にダッシュすれば抜けれそうじゃなかった。ほら抜けれたよね。さあこっからなんかさっきと違うパターンなんじゃないの。バレがねえしここキノコになってるし。なるほど、キノコを取って上のどかに入れっていう感じかな。じゃあここは一旦キノコを取っておいて上に行けっていう感じだったね。うわ、これ2周目突入っていう感じなんかな。どうなんだろうね、こっからさっきと違うパターンあるでしょ。いろいろと違う、待って右ナイス走り、このまま上に行けばもうゴールあった。
っていいよね。もう2周目3周目ないでもいいよね。ピンクコインコインやったきた。ビビらせやがって。もう何回ビビらせればいいの。これで次いけるでしょ。なんでもうこれでやった。Oh yeah, Mario time。いや結局最後にゴールさせてくれるのは優しいけどさ、本当にビビらせてくるね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオクロスザストームということで、サムネを見たらさ、ブラパの壁があって先に進むの無理じゃんって思うじゃん。だが安心してください皆さん、あいつら全員奈落の底へ落ちていきます。なぜ僕はそのことを知っているんだと気になる方いるかもしれません。実はこれですね、ツイッターで仲良くさせてもらってる方から教えてもらったんですよね。で教えてもらった時にブラパがいないところのスクショを送ってきてくれてたんですよ。というわけでこのコースサムネ詐欺だよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.04% でね、竜巻が1個あるのは分かってるんだけど、あの竜巻に乗っていくのかもしくは乗らないでいくのかどうかなんだよね。一旦乗ってみていいかな。乗って一番上高いところから右に。これは難しそうだね。これさ、竜巻に乗っていけんのかな。こっから右。ダメだこれ、苦手なやつだ。じゃあ左から勢いつけてジャンプでいけないか試してみるね。これでどう。うわこれは無理だね、やっぱり竜巻に乗らなきゃいけないね。いや苦手なんだよなこの竜巻。この竜巻を克服しないと。ダメだって、これはほんとダメだって。竜巻で一番上に上がった時に右押してみるね。これは届かないと思うんだよな。やっぱダメだよね。ちょっと最速見てみるね。2秒。いや2秒早すぎでしょ。だいたい一発マリオ2秒多くないか。じゃあ2秒ってことはさ、左からダッシュして右にジャンプしていけっていう感じ。あ、いけた。こんな簡単でいいんですか。誰が分かれば簡単だったね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。